はい、こんにちは、こんばんは、タカです。先月7月のドルというのはずーっと売られていました。このチャートはドルインデックスの1時間足のチャートになります。月が変わって流れが変わるというのもよくある話ではありますんで、今月8月になったところなので、まずはこのドル売りの流れがどうなっていくのかを見たいなというところではあるんですけども、先月金曜日の終わり値がだいたいこのあたり、金曜日もすごい買い戻しがあって引けたように感じたんですけども、それでもこの1時間足のチャートで見ていくと、まだ波の戻り高値を抜けていない、波の反転は起こっていない状態で引けていました。月が変わって月曜日、まずはこの高値を抜いてくるのかどうかを見ていたんですけども、この戻り高値ね、場中にしっかり抜いてきました。まあ、波で見ていけばね、この一番底の部分からのこの上昇波がこの戻り高値を抜いたということで、これまで続いていた小さな波の下落トレンドは一旦止められたという形になっています。なのでまずはこの後の流れですね、この上昇を見ていくことにもなるんですけども、今はね結構垂れてきてしまってるんですよね。なのでまあ、この後の流れというのはこの上昇波の高値付近でレンジを作ってしまうのか、それとも調整の流れが生まれてくるのか、どちらにしてもこの1時間足の波で追っていく場合は、この押し安値を割らなければ目線は上、どこかで買いを狙っていくという形になってきます。というわけでどこで買っていこうか、そうなっていくわけですけども、今のところこのチャートを見ているとね、なかなか上値の重さというのもすごく見えてくるんですよね。まず一つが日足で見た場合、上に一度試したんですけども、結局これ初めに戻ってきてしまっています。この戻るという形、普段であれば大した動きでもないんですけども、今回の場合この戻るということは日足で見た場合ね、これザラ中には高値を抜けたんだけども、最終的には抜けなかった、下回ってしまったという形にもなってくるんですよね。1時間足の波で見ていくと高値を抜けていますけども、上位足、日足で見ていくと頭が抑えられている、そういった中でこの反転の流れというのをどこまで信用できるかということにもなってくるんですよね。今回であれば日足の終値がこの金曜日の高値を超えて引けてほしかった。実はこれまだね2時間ほどありますので、この2時間で高値を取ってくるかもわかりません。もし大きな流れに変化があればね、まあそのあたりを話をしていこうかなと思いますけども、今のところこれ高値を取ってくるような雰囲気もないので、日足ではどうもねこれ頭を抑えられるような形になってくるんではないかなと。ということはこの1時間足の波反転は見えていますけども、ガンガン買っていってもいいのかと言われるとね、そこはちょっと躊躇してしまいますよね。もう一つ、この青いラインというのは6月の安値、この安値を割り込んだことで先月は相場が加速しています。つまり今は重要な戻り高値として見ているんですけども、この高値を超えてこない限りはね、なかなか本格的なドル買いの流れというのは出てこないんじゃないかなと見ています。ということはね、仮にこの流れが反転したとしても、この反転の流れというのはあくまで調整の流れ、例えば日足レベルで見た場合はこの下落に対しての戻り売りがどこかで入ってくるという形にもなってきます。そもそもがねこういった1時間足の反転が起こったことで、さあドル買いだといった流れになるといった環境ではまだないんですよね。確かに1時間足小さな波を見ていけばね、この戻り高値を抜けています。目線を上に上げてもいいと思うんですけども、少なくとも僕はなかなかこういった小さな値動きだけでね、ドルの反転を見ていくのは難しいなと感じてしまいます。せめて日足レベルの反転ぐらいは見せてくれないと、今までの下落はそれだけやっぱりきつかったんで、中途半端に戻した場合はね、やっぱりそこは戻り売りがしっかり入ってしまうんじゃないかなとも思ってしまいます。ドルの反転、ドル買いの流れを見ていくためにはね、まずはこの日足の反転というのをしっかり見ていこうかなと思っていますので、現状これ1時間足高値は抜けていますけども、まだねまだどんどんドルを買っていけるような環境にはなっていないかなと思いますので、この波が止められたこと自体はね、注目して見てみたいなと思いますけども、だからといってこの反転の流れまでを見ていくのは少し早いと思っています。もしかしたらこのあたり底根圏でのレンジ相場、そういった流れにもなってくるかもしれない。仮にこのあたり底根圏でのレンジならば、このあたりは枠の高値、まだはっきり枠も見えていませんのでね、このあたりはイメージの話になってしまいますけども、まあ、このあたりはね今後の値動きを見ていけばよりはっきり見えてくるかと思いますので、今はこの上値の重さというのを重視して、日足のブレイク、しっかりした反転の流れが見えてこない限りはね、この波が止められた底の値動き、底根圏でのレンジ相場という形で見ていこうかなと思っています。まあそうなってくるとね、今はこのレンジの枠の高値圏でロングをするというのはやっぱり危ないですよね。ドル買いの流れが本格化すれば、こういった戻り高値はあっさり抜けてくることになると思います。そうなったらその時にドルの買いというものについていけばいいのかなと思っています。はい、ということで8月に入って最初の営業日、まずこのドル売りの流れが続くのかどうか、金曜日の反転の流れが継続したのかどうか、そのあたり見てきましたけども、今のところこの反転の流れというのは出てきていないと判断しています。
ただね、やっぱり1時間足は戻り高値を抜けている、こういった小さな足からね、相場の方が反転してくることももちろんありますので、まあ、この値動きもしっかり追ってはいきたいです。はい、変わりましてこちらドル円の4時間足週足を重ねています。はっきりとしたドル買いの流れは今のところは生まれていない。そういった環境でこのドル円はどうなのか、注目していたのはまずはこのドル円に関しては月足ですよね。月足が106円をサポートされた状態で先月は引けています。30日まではまあ下にブレイクした形だったので、まあ、下の流れを見ていたんですけども、最終日31日に急激に戻したことで、まあ、その流れも変化してきています。月足はサポートされた、週足で見ていくと実は先々週にもうこの週足というのは下にブレイクしてるんですよね。なので見ている波というのはこういった下落の波を見ています。直前にはこのレンジもありましたので、レンジからのブレイク、この流れを見ていくのであれば週足は安値を更新していく流れというのを見ていけたんですけども、30日まではね、まあ、その通りの動きになっていたんですけども、これも31日に急激に戻したことで週足も結構いびつな形になっています。まあ、いわゆるピンバンに近い形、しっかり買いが入ったということになります。過去に105円であったり106円っていうのはね、何度も何度もサポートされている場所にはなってくるんですよね。そういったサポートされやすい場所でこのようなピンバンの形が出てくれば、当然反転の流れも警戒していくことになります。であればまずは何を見ていくのか、この週足の高値を超えてくるのかどうかですね。ただこれは週足になりますので、当然週足は閉じるのは金曜日。このザラバに抜けた形もね、別に意味はないとは言いませんけども、やっぱりこの終値がこの高値を抜けてくるのかどうか、そこが大事だと思いますので、今のところはこれ先週の初め値、終値あたりに位置していますので、残り4営業日ですね、火水木金でどのあたりで終わるのか、まあ、106円を明確に抜けるような形になってくれば週足も反転の流れを見ていけることになってきます。今週の流れはとても大事だと思います。今のところまだよくわかりませんけどもね、この後もしっかり値を追いたいと思います。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。日足トレンドで見ていくと結構はっきりしたトレンド見えるんですよね。レンジ相場から下に抜けてきた動き、今はね調整の戻りが入っていますけども、まあ、この形を見ればどこかで売りですよね。こういったトレンドを見ていきたいなという形になっているかなと思います。ただね、月足がサポートされた、この事実を拾っていくのであれば、まあ、反転の流れも頭に入れていかないといけない。ただ月足の反転を見ていくというのは、今月の終わりにこの106円107円このあたりですね、高値をキープしていればいいわけで、やっぱりこれだけはっきりした形にもなっていますので、相場の反転には時間がかかるのかなと、ということはもう少しね、見ていくポイントを近づけないと、波というのが見づらくなってしまいます。ということで、まあ、月足は上の流れを見ていくんですけども、その手前、週足の高値更新をまずは見ていきたいなと。まず大前提として、月足の反転、週足の反転を見ていくのであればね、この押し安値を割っちゃダメなんですよね。まあ、あくまで可能性だけの話をしていけばね、日足で割っても月足、週足が閉じるタイミングで戻してしまえばね、サポートされたと見ることはできるんですけども、もう日足は下の流れが出ていますので、この押し安値を割ってくればね、まずはこの流れを追っていくことになるかと思います。なので、まあ、月足がサポートされる、週足が反転の流れを見せる、まあ、そういった流れを見ていくのであれば、まず大前提としてこの日足、この日足のトレンドは押し安値を割っていかない、サポートされて反転の流れが生まれていく、こういった流れを見ていくことになります。逆にベア派、売り方で考えていけばね、この押し安値を割ってくれば再度下落の流れというのがはっきり見えてくることになりますので、おそらくこの105円あたりではブルバヤの攻防激しくなってくるんではないかなと。なので、まあ、短期的な目線付けとしてはこの105円を割り込むような形で日足が引けてしまうと一旦はブル派の敗北につながってくるのかなと。ではこのチャートでどこを買っていくのか、もちろんこのあたりで買ってもいいんですけどもね、昨日の値動きは高値を更新できなかった、上値の重い形も出てきていますので、わざわざここで買う必要もないのかなと。ベア派はこういった青い波を見ているわけです。当然買いが重いといった形になってくればこういった下落の流れも出てくることになると思います。短期勝負であればこういった下落を狙っていくというのも悪くないと思いますけども、僕はこの底の部分、ここを起点とした上昇トレンドを見ていきたいなと思っています。まだはっきりした波が見えていないので分かりづらいんですけどもね、まずは目標として今週末、つまり週足が反転の流れを見せることをイメージして押す場面をどこかで拾っていきたいなと、つまりどこかでサポートを見せてほしいんですよね。そうなってくるとこの日足の波では捉えきれないので、もう少し小さな波を見ていく必要が出てきます。はい、こちら15本足4時間足を重ねています。現在見ている波はこの上昇波、戻り高値も抜けていますので、まずはこの上昇波を見て、どこかで押し目買いを狙っていきたいなと。
今狙っている波の方向性と一致していますよね。なのでまずはこのトレンドを追っていきたいなとは思うんですけども、現在の押し安値はこのあたりサポートになってきますね。なかなかこの上昇波から継続した上昇の波が出ていないので、今はこの上昇波からの調整の場面に入ってきているのかなといった印象です。まだこの上昇波の高値圏でのレンジ相場と見ればね、このあたりで推移しているうちはまあ相場は強いと見ることができるかと思います。ただしこの枠から下に抜けてしまうと、少し相場の方、先行きは暗くなってしまいますね。例えば日足の安値を更新する形にもなってきますし、仮にこれを短期的な調整の下落局面だと見たとしてもね、こういった下落トレンドの波を止めないと反転の流れというのは出てこないことになります。僕の今のシナリオというのは週足が反転の流れを見せること、つまり金曜日の終値がこの106円を超えるような形で引けること、ということは、例えば今日この下の流れが生まれたとするとね、残り3日間水曜日木曜日金曜日でこの流れを止めて高値を抜けていかないといけない。時間的にも少しそれだと苦しくなってきます。なので今のところね、この枠から下に抜けるような形になってくると、少し状況は苦しくなってくるのかなと、ということはこの105円のミドル、ここをバックにロングを狙っていくというのがメインシナリオになってきます。目標はこの高値のブレイクですね。ただしね、冒頭で見たようにドル買いの流れというのもね、ある程度収まってきています。なのでこの流れが続いてしまうとね、ドル円も上の流れというのは厳しいかもしれません。ましてやね、ドル売りの流れというのが再開されてしまうと、当然ドル円も円高方面への圧力がかかることになります。そうなってくるとなかなかね、この週足の高値を更新していく流れというのを見ていくのは難しくなってくるかなと思います。なので、今のところね、この高値を更新する波見ていますけども、まあ、この105円ミドルキープできないようであれば一旦は投げる。まあ、本当はね、この上昇トレンドを見ていますので、まあ、それでも押し目買いというスタンスに変わりはないんですけどもね、相場の判定にとても時間がかかることも想定して一旦は撤退の形の方がいいのかなと思っています。金曜日にね、とても大きな動きが出ていますので、すぐに結果が欲しくなってしまったりもするんですよね。上昇するんであればね、106円、107円試すような動き、そういった流れをすぐに見せてほしい。もし反転の流れ、ベア波ですね、売りの形がもう一度出てくるんであれば、すぐにでもこういった行ってこいの形を見せてほしい。金曜日のような相場の流れをイメージしてね、相場の方を見てしまいがちになってしまいますけども、なかなか相場というのはそんな大きくは動きませんので、波というのはトレンドと調整を繰り返します。この調整の場面でバタバタしてしまうとどうしてもトレード、あまりうまくいかないと思います。どのぐらい調整が続くのか、まあ、実際のところ分かりませんからね、相場の方をずっと見ていくしかないんですけども、あまり慌てないようにはしたいですね。今見ているこの4時間足の波、この4時間足だけで見ていてもね、この4時間足のローソク足確定までには当然4時間かかるわけです。そして短期的に抜けた場合、これが本当に抜けになるのかどうか、それをチェックするためには、まあ、最長4時間かかることにもなってきます。デイトレードをするにあたってこの4時間を待つというのはやっぱりすごく長いですよね。ただ、僕が今見ている波というのはそれだけゆっくり動いているということになりますので、あまり慌ててね、上だ下だと判断しないように、僕であればブル目線買い目線で今は見ていますので、この枠の加減になるべく引きつけたい。そして何らかしらのサポートの形というのを見せてもらいたい。あまり慌てずに、まずは週足の終値がどこのあたりに着地するのかというのをイメージしながら、トレードの方はしていきたいなと思っています。はい、こちら5分足1時間足を重ねています。午前中に一度行ってこいがありましたよね。この流れで入っていましたかという質問が昨日あったんですけども、僕はこの場面では入りませんでした。このサポートを見ていたので、直近のね、この高値を超えてくるような場面、こういったところでロングを狙っていくというのは当然ありなんですけども、ここでロングを狙ってしまうと、ロスカットというのは当然この枠の下、かなり距離があります。それに対してどこまで狙っていけるのかというのもよくわかりませんでしたので、まあ、これに関してはエントリーができなかったですね。なので抜けた後の押し目を待っていたんですけども、今回は押し目もなくズドンと上がってしまいましたので、まあ、ロングのエントリーのチャンスがなかったということになります。次のチャンスがこの押し目ですよね。この下落に対してのボックスレンジを作っています。なのでこのレンジからの離れ、どちらに離れるのかというのを見ていたんですけども、まあ、これも下に離れてしまったことで、まあ、これもエントリーのチャンスにはならないですよね。というわけでここの場面ではロングを狙うことはできませんでした。次に狙ったのがこの場面ですよね。このあたりはね、夕方の動画でも話はしましたけども、このサポートを割れるとやっぱり少し走るかなと思っていました。というのもやっぱり直前に買いの流れが出ていましたので、この買いの投げが出るタイミングというのはこの日足の安値更新、
なので、まあ大事なのはこの後の流れですよね。これが継続するのか、それともサポートされるのか。直前にはこの上昇波があります。なので、この安値終わったからといっても大きな流れに変化はないですよね。押し目買いを狙っていくというスタンスも変わりません。今回であれば、この後の1時間足がすぐに取り返しています。その後も小さな持ち合い作っていたんですけども、そこを上に抜けてきた場面、ここでロングを入れています。エントリーの理由はシンプルです。サポートの加減でサポートをされたことを確認しての加減でのロングということになります。ロスカットはこの下ですね。当然下に一度試していますので、今度は上を試す動き、つまり高値の更新というのを見ていましたので、この流れにはずっと乗ることができました。この後結構粘っていたんですけどもね、結局この高値付近で大きな陰線が出てしまいました。安値を更新するような形にもなってしまいましたんで、ここで利食いを入れています。この後も反発の流れは見ていたんですけどもね、こういった流れイメージしていたんですけども、この後の流れというのはちょっとエントリーのチャンスがないですね。明日以降もね、まずはこういったサポートを確認してのロングを狙っていくというのが基本的なスタンス、狙いになってくるかなと思っています。波で見ていけばこの上昇波を見るということですね。ということはこの押し安値を割ってくれば少し状況は変わってくるということになります。そしてこの押し安値というのは105円のミドル、4時間足で見た時の下のサポートということになってきます。なので、まあここを割り込むような形になってしまうと少し状況が変わる、慎重にならないといけないということになってきますね。今日以降も、まずはこのサポートをしっかり見ながら、基本的にはロングを狙っていこうかなと思っています。はい、こちらニューヨークダウの CFD、 1時間足に日足を重ねています。昨日のダウの上昇というのは少し面白い形になってきました。まず僕が見ているのがこの天井圏のこの動き、ダブルトップをつけた後このネックラインを割り込んだことで、相場の方は少し弱気に見ています。その後持ち合い作ったんですけどもね、この持ち合いもネックの下で作っているということで、いずれこれは下にブレイクするんではないかなと思っていたんですけども、木曜日金曜日と2回下を試してるんですよね。下を試してダメだったという形なんで、次は上を試す動き、まずはこのネックを越えてくるかどうかですね。そして越えてきた後もこの天井圏がありますので、当然戻り売りは出やすい形にはなってきます。そういった戻り売りを消化しながらこの上を狙っていけるのかどうか、そしてこの上には27,000、ここは何度も高値試してるんですけども、なかなか抜けないといった過去がありましたんで、そんな27,000を今度は超えていけるのかどうか、まずはこの日足のブレイクをねしっかり見ていきたいんですけども、同じように注目したいのが週足のブレイク、これ今重ねてる足を週足に変えてみたいと思います。はい、重ねてる足を週足に変えてみました。週足で見てみると、このネックラインを再度取り返して週足が閉じた場合、つまり今週末までにこのネックラインを取り返して引けた場合ですね、これは週足が高値をブレイクして引けたということになります。これは大きな流れの変化だと思うんですよね。直近のこういった高値をブレイクしたということになってきますので、週足レベルで高値を狙っていける形になってくるということになります。今週このネックを取ってくるのかどうかですね、これが最大の注目ポイントになってくるかと思います。はい、こちら日経平均の CFD、 1時間足に日足を重ねています。ダウはかなり強いんですけども、日経平均がいまいちその強さが見えてこないですね。昨日もかなり上昇はしているんですけども、この上昇波に対しての調整の流れがすごく長引いて、結果的にこの押し安値を割り込んでしまってるんですよね。なので再度この上昇の流れを見ていくためには、この戻り高値を抜いてこないといけないということになります。ダウはね、目の前のネックライン週足で取ってくれば上昇の流れが見えてくることになります。ただこの日経平均はこの戻り高値が目の前にたくさんありますよね。同じように重ねてる足を週足にしてみました。やっぱりこの戻り高値がしっかり目の前にありますよね。抜けていくのはかなり大変そうです。ダウに比べればこの日経平均の上値の重さというのはすごく感じますね。もしダウが高値を抜けるのに失敗した場合、この日経平均は下の流れがきつく出てくるのかもしれませんね。はい、こちら金の CFD、 1時間足に日足を重ねています。これだけの上昇トレンドが止まった後、高値圏で今日で4日目ですかね、高値圏でのレンジ相場が継続しています。チャートとしてはとても強いですよね。このレンジが崩れない限りは、どこかでこのレンジからの上抜けの流れというのを見ていくことになります。昨日も高値を少し更新してるんですよね。僕が時間を計るために使っているこういった中期の移動平均線も追いついてきています。そろそろ上に抜けてくるのかもしれませんね。注目したいと思います。はい、というわけで、まあ、ドル円に関してはこの戻りの流れというのを見てはいるんですけども、直前にあったこの下落の流れ、
このトレンド足場もしっかりしていますので、まずは戻り売りも入りやすい形にはなってしまっています。こういった戻り売りも消化しながら上げていかないといけないということになりますので、当然ね、戻り売りがきつくて時間のかかる展開というのも考えていかないといけないかなとは思います。まずは目標としているのがこの週足の高値更新、つまり今週の金曜日までにこの106円を超えて引ける。はい、これ重ねてる足を週足にしました。この週足の先週の高値ですね、この高値を超えて引ける、こういった形を出すことによって、週足の反転の流れを見ていくということになります。まだまだね、火水木金と時間もあります。下を試すような展開ももちろん可能性としてあると思いますので、そういった値動きには注意しながらロングを狙っていきたいなと。直前のこういった日足のトレンドもありますんでね、一旦安値を割るような形になればそこはね、慎重にならないといけないかなと思いますので、撤退というのも頭に入れながら相場の方には参加したいなと思っています。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。